トゲナシヌマエビ、学名キャラダインナチュープスは、10脚目ヌマエビ科に分類されるエビの一種。西太平洋沿岸の熱帯、亜熱帯域に広く分布する淡水エビ類の一種で、ある。生態の体長はオス2 5ミ、mm、リメートル、メス3 5ト、mm、ルほどで、メスの方が大きい。体型は、寸詰まりの防水型で、日本産ヌマエビ類の中では太く、丸みを帯びた体型をしている。 ふわしは、短いががっしりしている。複眼は小さく、前方へ向く。複眼間にある学角が短く、複眼と同じか、わずかに超える程度しかない。学角の挙手は0から4個で、肉眼で視認するのも難しい。トゲなしの和名はここに由来し、類似種の姫沼エビやみぞれ沼エビともこの点で、区別できる。若い個体やオスは、半透明の緑色茶色で、 内臓が透けて見える。一方、メスは体色が濃く、全身が一様に茶色をしているものが多いが、背筋に沿って太い白線が入るもの、さらに白線から左右に葉の地型の枝分かれが数箇所現れるものもいる。また、茶色以外に濃い青緑色や黒褐色をした個体も、いる。ただし飼育科など明るい環境では、オスよりも多少濁って見える程度まで退色することが多い。 種特有の模様として、腹部の背面中央に、葉の地型の不明瞭な黒縁が位置ついでるが、これは、体色が明るい状態でないと目立たない。日本から東南アジアを経て、マリアナ諸島、フィジーまで、西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く分布する。日本での分布域は、日本海側は、島根県、沖諸島以西、太平洋側は、千葉県以南の西日本とされる。 分布域の北限付近では生息数も少ないが南西諸島では生息数が多く普通種となる。暖流が流れる海に面した川に生息するが、ヒメヌマエビやテナガエビ類、モクズガニなどとともに海岸のわずかな湧水にも見出されることがある。これらは幼生期を海で過ごす両側海遊を行うため、チエビが海から遡上して定着したものである。中流域や 下流域に多いが、川を遡る力が強く上流域でも見られる。流れが緩い浅瀬の岩石や流れ着いた落ち葉、ゴミなどの間に潜む。網ですくうとピチピチと跳ねず、山と沼まえと同様に歩き出す。植生は雑食性で、藻類、デトリタス、生物の死骸など、何でも食べる。繁殖期は、春から夏にかけてで、交尾後にメスは、 長径 0.5mm、短径0 3ミリメートルほどの大円形の卵を1000から3500個ほど産卵し、腹足に抱えて孵化するまで保護する。孵化した子供は、ゾエア妖精の形態で、川の流れに乗って海へ下り、1ヶ月ほど、プランクトン生活を送る。妖精は、デトリタスや他のプランクトンを捕食しながら成長し、チービエット変態して川を遡る。 生態の寿命は3年ほどとみられる。他の沼エビ類と同様にアクアリウムでの観賞用やタンクメートとして利用される。南沼エビより大型、大和沼エビより小型だが丈夫、姫沼エビやみぞれ沼エビより丈夫、活発である。ただし両側海遊を行うため、妖精を成長させるには海水水槽が必要で、飼育環境によってはこまめに妖精の世話をしなければ、 ならない。ABC 三宅貞義、現職日本大型硬貨狂い図鑑愛 ISBN45 億8630万6201982年保育者、千葉県環境生活部自然保護課、千葉県レッドリスト2006年改訂版。ありがとうございます。